フライパンを今お掃除しながらやってますけど、その間にこのしめ鯖、これがねまたハマったんですよ。これもしかして気質かもしれないですね。これね意外と近くのスーパーで家見つけたんだよ、ね、結構またこれ、ね、見てる皆さんに、うん、見てるかもしれない。まあ3回か4回ぐらいリターンしてますので、ね、うん、リピートいやば丸四つ板そうです、丸四つ板いい仕事してますよ。骨取り締めさま農林水産大臣受賞賞、大臣賞受賞第6回目ですからね、うん、今何回か分かんないですけどね。それは怖いと思います。フライパンも綺麗になりますし、まあ今日のラスボスいますからね。最近流行るのラスボス、大トロって書いてます。お前の母ちゃんラスボスだなって。うん、何ですか。いや、はい、お前の姉ちゃんラスボスだなって。うん、まあ昔の、昔でいうガングルギャルみたいな感じですよね。僕ら昭和世代のガングルギャル、ちょっと憧れちゃう。小林幸子さん、ラスボス、うん、この前テレビでやってましたからね、ラスボス特集。何ですか。もうあったんですよ、小林幸子と、はい、そのニコ生の人たちが まずはしめ鯖を切っていきます。今フライパンは水がね、開けるまでね。これがですね、またですね、結構いい食感のしめ鯖ですね。最初はちょっと厚めに切って、どんどん細めに切っていく。それが僕が思ういいしめ鯖の切り方ですね。この厚めに切ると、もう均等に切っていくんですね。ちょっとスペースが狭いですね。ああ、切れた。いいですね。ですね。ここにラスボス。これラスボス。で、その前にウインナーを。みんな大好き。僕はまあみんなは大好きですよ。オイル&ファイヤー、これこれが一番みんな美味しく食べる方法ですね。で、今日はのみんなアルトパイ、アルトパイ、これを食べたいと思います。まあ本当はね、目玉焼きと一緒に食べるのが一番美味しいですね。これ実は意外、意外、まあ意外じゃないですけど、まあ皆さんもご存知なんですけど、もう本当に正道と言いますか、そうですよね、もう王道中の王道はもう目玉焼きと一緒に焼くことです。まあ、今日あえて単品で焼いていきたいと思います。塩コショウ、まあ塩コショウ、まあまああとですよね。水が張ってあって、まあ火を入れて、まあ、日本人のやっぱり、ね、これぐらいの大きさがね。アルトパイ。何言ってんの。はい、ちょっと、これを湯がいている間、この今日のラスボス、ラスボス大御所、大トロ、うん、大トロってやつね。こんなの買いましたね。まあまあもうちょっと今日は
まだその為替のショックから抜けきれないのをちょっと思ってたんだろう。そう、生活レベルを落とすの大変だって言いましたからね。そうですね。それをあえてむしろこのプラスの力、まあ、死ぬかもしれないっていう、もう食べていけないかもしれないっていうところでこういうことやっちゃう。まあ、いやだってわけじゃないですけどね、これだけはね、ちょっと美味しく食べたいのに、うまく水気をですね、水気を取るとですね、なんで美味しいか分かります？結構凝縮されるのか。そうです、はい、正解です。なんでもやっぱり水っていうのはですね、まあ体にとっては大事ですけど、やっぱり味を落としますね。こうやってうまく水気を取ってあげればですね、美味しいものより美味しくですね。震えていきましょう。こんなの切ったかもねえだよ。できるのかな。違う、もう切ってる、違う、うん、すごいですね、これも脂身がすごいですよ、まとわりついてくるような。刺し包丁で切りたかったですね、本当に。切り口がですね、あまり こっちかな。正解は、正解はいちご水か。そうですね、うん、このね、脂身がですね、本当にまとわりついてくるような脂身、ね、すごいっすね。こっちの方、もうボイラー済みましたね。完成ですか、刺身。まあちょっと見栄えは悪いかもしれませんが、大トロと、まあ、いつも食べさせていただいてる島屋さんでしたっけ、島屋なんとか、何、え、まあ、はい、マリオ水産さんのしめさば、はい、とあとは皆さんの大好きなアルトバイ、アルトバイ、まあちょっとこれは出来上がってますね。甘みがあるんで、みんなも、はい、ありますね、はい、で、まあ、そして完成ですか。完成です。こんな感じアルトバイエル刺身完成ですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。